さいちゃんまりです。今回はですね、前回のこちらの動画で予告した通り、この動画で使ったコスメのレビューをしていきたいと思います。一応ね、私プロのヘアメイクとして今仕事してるんですけど、プロにしては普段のコスメプチプラばっかじゃないって思った人もね、結構いるんじゃないかなと思ったんですけど、仕事の時はね、かなりもうデパコス率というか、もうお高いものばっかり使ってるんですけど、自分のものになるとどちらかというといろんなものを試したいなっていうことで、なんかね、新しいの出たらどんどん買っちゃうっていう感じでね、プチプラ系のね、気軽に買えるものがたくさん増えていってます。前回のメイク動画も今回のレビュー動画の方も、いろいろと参考になればいいなと思います。一つ目はこちら、ベースで使ったアベンヌのミネラル UV シールド。アベンヌといえばね、温泉水で有名な、敏感肌の人向けのスキンケアを出しているっていうイメージがあると思うんですけど、この UV ベースもですね、敏感肌の人にも優しい作りになっています。 SPF が50+で、PA が+4つついてます。これだけ UV カット率が高いんですけど、紫外線吸収剤が無配合だったりとか、アルコールフリーだったりとか、お肌にも優しく作られています。普通の洗顔料でオフすることもできるので、そんなにしっかりメイクする日じゃなければ、ベースはこれだけにしておけばね、クレンジングなしで洗顔のみでいけるので、お肌にも優しいかなという感じですね。出すとね、こんな感じでベージュ色です。で、お肌をワントーン明るく見せますっていう風に書いてあるんですけど、そんな感じでかなりね、肌色パッと明るくなりますね。これがですね、かなりしっとりしていて乾燥感がゼロです。超絶乾燥肌の私でも乾燥しないんですよ。そこが素晴らしいですね。で、さらにその、一つでね、かなりカバーしてくれるので、上にたくさん重ねなくてもいいっていうことで、そこもお肌に優しくて気に入ってます。ですが、気になる点もいくつかあります。一つ目はね、これ色展開がないんですよ。このさっき見せたベージュですね、この色のみになります。赤みが強いというか、ピンク系のベージュをしてるんですね。なので、ちょっと私の肌がかなり黄みが強いので、ちょっと色が合わないかなっていう感じがします。汚く崩れることがないので、そこまで重ねるものでカバーできるかなとは思うんですけど、赤黒っぽくなっちゃうかなというか、あんまり綺麗な色じゃないなっていう時がありますね。かなり明るいベージュ一色になります。本当に色白の人以外には色が合わないかなと、白浮きしちゃうかなっていう感じですね。あとね、匂いが、日焼け止めの匂いがします。すごく、なんだろうね、独特の、日焼け止めっていう匂いがするんですよ。この匂いが苦手な人はちょっとね、顔につけてるのが辛くなってくるかもしれないです。それからもう一つ、本当にね、これ保湿力がすごくて、乾燥全くしないんですけど、乾燥しなさすぎてややテカる時があるんですよ。私本当に乾燥肌で、いろいろ試して初めてテカりました。鼻だけですけどね、鼻だけなんだけど、ね、それぐらい乾燥しない、しっとりした使い心地なので、本当に超絶乾燥肌っていう人にはおすすめしたいです。乾燥しないっていう点と、カバー力がしっかりある点、それからお肌にもやっぱりすごく優しいので、肌荒れとかもね、全然気にならないし、刺激も全くないです。それぐらい肌には優しいけど、 UV カットはしっかりしてくれるっていう、この沖縄にはね、必須なので、そこはすごく気に入ってるんですけど、その色味とか、あとテカるところですかね、そこでちょっとリピートはなしかなって実は思ってます。はい、続いてこちら、ルナのロングラスティングチップコンシーラーです。ルナっていうのは韓国のコスメメーカーなんですけど、韓国のコスメメーカーのコンシーラーといえば、有名なのはザセムのコンシーラーですね。で、ザセムのコンシーラーも実は愛用してます。なんですけど、私がその肌荒れが一番ひどい時期に、肌がボロボロになっちゃって、かなり乾燥がひどくなった時があったんですね。で、そんな時にちょっとザセムの方はカバー力すごいしっかりしてるので、隠してはくれるんですけど、その後の乾燥というか、こうパキパキ感みたいなものがねあって、ちょっとそれが気になってたんですね。で、こっちのルナのコンシーラーはカバー力自体はね、ザセムにはちょっと及ばないのかなっていうのが正直なところなんですけど、でもしっかり隠すものは隠してくれます。で、乾燥がしないんですよね、あんまり。今の時期だと冷房でね、乾燥する時とかあるので、この目元のコンシーラーがね、なんかシワシワしてきちゃうみたいなことがあると思うんですけど、このコンシーラーはそんなにそんなことがないので、これが重宝してますね。
ルナのロングラスティングチップコンシーラー、これおすすめです。はい、続いてこちらメディアのブライトアップアイシャドウです。動画で使ったのはベージュなんですけど、うちのねラベンダー色も持ってます。ね、一色で目元パッと明るく簡単綺麗にくすみをカバーするアイシャドウとのことです。本当にその通り。このねベージュっていうね絶妙な色がきちんと発色してくれるんですけど、このさっと一塗りした時の絶妙なツヤ感、そしてラメ感、このね上品にキラキラしてくれる感じがね、もうね27歳アラサーを迎えた私にはねとっても欲しかったものなんですね、この質感。ちなみにね色展開4つありまして、こちらのベージュとラベンダー以外にイエローゴールドとブルーがあります。どれもですねその色がバキッと発色するタイプではないんですけど、塗った部分にこの色味を重ねてくすみを飛ばす、透明感を出すっていう効果を出してくれます。こちらのねラベンダーなんてもうね目元にのせるとすごい透明感出るんですよ。目元がパッとするとなんか顔全体がパッとした感じに見えるので、これでね目元に透明感を与えてっていう感じでねすごくいいんですよ。下手くそか。今回ねメディアからはこのアイシャドウ紹介したんですけど、他にもねいいアイテムたくさんあるんですよ。それでいてねメディアの魅力はなんといってもプチプラ、プチプラですよね。もうね例えばよ、このアイシャドウ3色入りのアイシャドウが950円ですよ。安い。こっちのねベース、このカラーコントロールのベースなんてねすっごい優秀なんですよ。これ乾燥もしないし崩れもしないし色もちゃんと補正してくれるし、これが750円なんですよ。安い、大丈夫かって思う。まあねやっぱこの値段を抑えてかつ素晴らしい性能のものを出せるっていうのはね、カネボウさすがだなと思いますね。カネボウ万歳だよ。メディアのブライトアップアイシャドウおすすめです。ちなみにねこのメディアのアイシャドウってドラッグストアではねあんまりね売ってないことが多いんですよ。そのメディアのコーナーがあってもアイシャドウだけ置いてないんですよ、なぜか。一番ね確実に置いてあるのはドン・キホーテ。ドン・キホーテ行くと全部あります。ぜひドン・キホーテで見てみてください。はい、続いてマスカラ、こちらの2本ですね。下が、ケイトのマスカラ下地ラッシュマキシマイザーの白で、上がファシオの、パワフルカールマスカラのロングですね。最近この組み合わせになったんですけど、もうこの組み合わせがね最強、もう一番最強だと思ってる。ケイトの下地、これはねもう超人気ですよね。私のまつげがもともとそんなに長さもないし、ですっごいこのカールが落ちやすいんですね。どんなねカール系の下地とかカール系のマスカラ使っても絶対落ちてきちゃってたんですけど、このねケイトのこれは絶対落ちないんですよ、カールが。これ自体にもかなり繊維がびっしり入っていて長さも出してくれます。で長さも出してくれるんだけど全然ね固まったりしないできちんとセパレートしてくれます。ボリュームがごってりつくっていうよりはスンと綺麗なまつげにしてくれるかなという印象ですね。その最強のマスカラ下地に組み合わせてしまったのがこちらのファシオのパワフルカールロングマスカラ。カールキープの観点ではどうしてもこのラッシュマキシマイザーが私のまつげにはね必要なんですけど、それに重ねるっていうところでこのファシオのマスカラが素晴らしいです。前回の動画でねマスカラ塗ってるとこ見てたと思うんですけど、あんな感じ。ブラシはねこんな感じでもうまっすぐシンプルなブラシなんですけど、結構ね先がコンパクトなので塗りやすいんですよね。これのね何が一番いいってね、全然落ちないんですよ。こう仕事で汗かくときとかめっちゃあるんですけど全く怖くないですね。じゃあね最後にこれを紹介します。はい、キャンメイクのパウダーチークス PW40 番かな。これはね話題になったイエローチークですね。もともとこれイエローそのまんま単品で使うものではなくて、その手持ちのチークに重ねてちょっと色の違いを楽しんでねみたいな、ちょっとイエロー寄りのメイクを楽しんでねっていう感じに使うものなんですけど、パウダーなんですけどとってもしっとりした粉質でツヤっとしてくれるので、の方にブラシでくるくるって塗るだけでね、そのハイライトを入れてないのにハイライト入ったみたいにツヤっとしてくれます。これチークに使うこと前提で出されてるんですけど、そのアイシャドウに重ねてもやっぱり黄みが入って色が変わるんですね。それでこのメディアのねベージュと重ねたんですけど、すごい不思議な黄色というかオレンジというかベージュというかみたいな、すごい不思議ないい色になってくれたので、もう最近このメイクばっかりしてるんです。実は私もともとすごくイエローベースな肌なので、この黄色のチークを重ねた色っていうのがすごく相性が良くてですね、特にこの色黄色の中でもかなり赤みが強いというかオレンジ系の黄色なので、そのイエベさんにはすごく
重宝するアイテムじゃないかなと思います。ぜひ一度アイシャドウに混ぜてみたりとか、チークいろいろ重ねてみたりとかして色の違いをね試してみてもらったらいいかなと思います。ただね、このねシリーズはというか、まあキャンピック全体ですね、このねブラシがね、ブラシ自体はね悪くないんですよ。結構毛もふわふわしてて、ただねちっちゃいからね使いにくいんですよね。だからまあブラシは自分のブラシ、大きめのブラシがあるといいかなと思います。でももう本当にこいつは優秀ですね。今後使い続けると思います。はい、ということで今回は、1,2,3,4,5,6 アイテムご紹介しました。どれもねドラッグストアで手に入ったりお値段抑えめなものなので手出しやすいかなと思います。ぜひぜひ試してみてください。値段が安くても高くても自分の好みに合って使いやすくて自分のメイクが楽しくなるんだったらもう値段関係ないかなと思ってます。はい、以上ということで今回はプロのヘアメイクが普段自分が毎日使っているコスメを真剣にレビューしてみました。参考になったよという方は評価とチャンネル登録お願いします。それから実は私はですねメインチャンネルを別で持っていまして、こちらサンセットスタジオ TV というチャンネルに出演しています。こちらのサンセットスタジオ TV はプロのカメラマンとプロのヘアメイクの私がタッグを組んで、なんだろうな、真剣に写真を教えたりすっごいアホなことしてみたり、プロのヘアメイクのヘアメイクとプロのカメラマンの撮影技術によって一般人の奇跡の一枚を撮ってみたりとかですね、まあ、なんかそんな感じでもういろいろわちゃわちゃと面白いことをやっております。写真撮る人も写真撮らない人もみんなが楽しめる内容になってますので、よかったらこちらもチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!